皆さんこんにちは。お元気ですか？市民の皆さん、松本明憲です。木戸優希です。さて、4月21日からのお元気特集はシリーズ知りたい企業と題し、市内に拠点を置く企業を紹介します。市内にある企業の数はおよそ12,000。その中からキラリと光る会社をピックアップ。今回は老舗化粧品メーカーオッペン化粧品をご紹介します。日本の女性の美を追求するオッペン化粧品が行う地元市民との取り組み、商品を試せるチャンスなどの情報満載、ぜひご覧ください。この番組は J コムチャンネル11チャンネルで毎日お昼の3時からと夜10時から放送しています。また YouTube でもご覧いただけます。吹田市お元気で検索してみてくださいね。